県民だからってもあると思うんだけど、うん、足が伸ばせない温泉は論外だと思ってるから、うん、あんまりてか温泉ってさ足伸ばすもんじゃない、うん、まあ温泉自体が苦手だからあれだけど、ね、そうだから町田の銭湯あったじゃん、入るのは好きなんだけどね、まあ、一応温泉なんだけどあそこ行かなくなった、足伸ばせねえんだもん、他人と一緒に入るのが嫌なだけだって別に温泉は体育座りす、うん、温泉までなんで金払ってんのに体育座りすんの、多分行くことはねえだろう、あそこは狭いし、あ、これでしょ、これでしょ、あ、そうそうそういいだろう、この顔、うん、これん西田そんな顔、まだ顔出してないでも最初笑ってんだよ、その後カメラを動かしたら怒り出した、ブーって、本当面白いよ、あと51秒で上がるはずだった、でも今日富士山そこなんか元底で見れたのがラッキーだったな、あなんかなんだっけ、あ大石公園で交流したワンちゃんの人とさ忍野八海で会ったからさ、うん、元底で見えましたよ、なんて言ってた、したら元そこだとフラワーパークの方ですかって言って、フラワーパークってどこだったすいません、詳しくなってすいませんなんかやっぱ行くとこってみんな被りますよねって笑ってて、しょうがないなんかね、そこがいいよね、ライトアップやってる、いいね、そっか、もうか、その時期か、でも山の格好楽しいと思ったけど、あれ綺麗だし、あ、あれは行きたいね、それじゃないの、あのライトアップって、あ、そういうことか、うん、それのもう宣伝でしょ、あれ、だってもう山中湖全部ここ、うん、でもね、あのシープドッグのワンちゃんの飼い主のお父さんめっちゃポプのことワシャワシャしてくれて優しいなってちなみにだけど慣れてる人ならポプ怒んねんて、うん、もみじ祭り行くときは、うん、土曜日に行く、前日に行く、うん、おそのまま行っちゃう、でいいね、うん、よくわかんないけど、要は日曜日の方夜行くのだるいじゃった、あ、それは嫌だでしょ、すげえ、だから初心者なんです、すげえ